戦士ファントミラージュ第1話っち。こんにちは、私桜井ここみ。実はみんなに言えない秘密があるの。私今ネットで話題のイケてる正義の怪盗ファントミラージュなんだ。このファントミリシティでファントミハートに変身して平和を取り戻すのが私の使命。みんなが笑顔になることを考えると私のハートパンパンしてる。ちょっとマッシー。あ、クマチどうしたの。どうしたのじゃないっち。ここみ、こんな街中で秘密をバラしちゃいけないっち。みんなに正体がバレたらトップゴーンにされるっち。くーん、そうだった。だからみんなには内緒で困ってるじゃなかった。困ってる人をこの秘密キーで助けるっち。この秘密キーをファントミリシティにセットすれば秘密のお役立ち機能が発動するっち。鳴き声がする。行ってみるっち。うん、どうしたの。あ、ファントミラージュだ。あのね、飼ってる猫がいなくなっちゃったの。大変。こんな時はサーチキー。このサーチキーは隠れているものを見つけることができるっち。よし、サーチキーセット。どこかな。ここみ、頑張って探すっち。あ、ここだ。ありがとうファントミラージュ。よかったっち。どんな事件もちょちょっと解決。それではまた次回お会いしましょう。ファントミ。また見てね。